忘れてるかもしれないのでガンガン一緒にやっていきましょう。はい、1番、同じ文字とか数字でくくります。因数分解は括弧をつけることですね。括弧でくくることです。はい、同じ文字は何でしょう。 A ですね。だから日中のワンですね。10ページです。10ページ、数学。はい、1番いきましょう。1の1、何ですか。 A でくくったら A 括弧 A プラス3、 A 括弧 A プラス3。はい、2番、2番は何でくくれますか。同じ文字は何でしょう。 X。 じゃあ X 括弧2m マイナス m。 全くわからない人はこう書いてください。ただ括弧の中に何が残るかがわかるんで、いいですね。はい、じゃあ3番は何でくくったらいいですか。3番じゃないんです。甘いよ。はい、何でしょう。数字もあるじゃん、数字も。3m やね。 3m 数字は3が共通よね。で、文字は m が共通なんで、じゃあ 3m でくくったら、はい、3m で約分したら後が残ります。 2x マイナス1。はい、これで終わりです。ですね、6と3で共通な数字は3でしょ。数字も同じなんでね、共通なもので割れるときは前に出していいんでね。はい、4番いきましょう。 A2 乗 B マイナス AB。 はい、何でくれますか。 AB 括弧 AB でくくったら、はい、考えて AB でくくったら、 AB では数学苦手な人頑張る。 AB でくる A マイナス1。とにかく約分する。こうやって1が残るね。はい、最後は何でくったらいいでしょう。Y やね。はい、どうぞ。答えは Y カッコ A プラス B マイナス C ですね。これ映ってますかね。映ってますね。よし、映ってますね。はい、じゃあその次いきます。2番いきます。2番、はい、公式を使った因数分解です。2乗マイナス2乗は足しなさい引きなさいになります。足しなさい引きなさい。はい、 X2 乗マイナス9。9って何の2乗ですか。3。はい、ということは足しなさい引きなさいすると、括弧 X 遅っ。 X プラスが先やね。いや、マイナスで2だけど。だって、足しなさい、引きなさいって教えるし、さ。なんでマイナス先にあえてくるんですか。ああ、そうですね。そういうことです。はい、じゃあ、あとは皆さん、自分で好きにしてちょうだい。2番は。2番は好きにしてください。は2乗マイナス2乗は足しなさい、引きなさい。どうぞ。足し算と引き算ですればいいと。俺が書くまで待つやないと。書いて間違えるなら、そうやって成長する。とにかく自立して。はい、できた人。はい、足し算と引き算するんですよ。ありがとうございます。ヒントは2個しかない。2個しかないときはほとんど足しなさい引きなさい。2個の意味がわからない人はとにかく2乗マイナス2乗のバージョンね、何かの2乗になっちゃって2個しかない、2つしかないときはほとんど足しなさい引きなさいで解決できます。ですか。じゃあ3番見てください。3番、3個ありますね。今回3個あって、こいつって何の2乗ですか。こいつ2の2乗、
両端が2乗になってて、こうプラスで、で3個あるときは 90% カッコの2乗です。ニュース、もう俺こう1秒で解きますから、見た瞬間にパッチ分かる。いいですね、両端が2乗になっていて3個あるときは括弧2乗、たまに違うんですよ。違うときだけ後で確認したらいいね。展開皆さんだいぶ練習したでしょ。展開真ん中はこれとこれ確かめたら見えたね。 2×x×+2 でしょ。真ん中ちゃんとプラス 4x になるでしょ。真ん中が違う数字だったら他のことを考えましょう。1秒でいいですよ、1秒で。はい、じゃあ4番、はい、秒殺、頑張れ、秒殺。頑張れ、あ、ごめんなさい、マイナスだった。1秒しか時間を与えません。それは1の2乗です。両端、カッコ2乗。カッコ、何ですか？ マイナス1の。この符号はここになりますかね、普通。マイナスの時はマイナスになります。いいですか？ OK ですか？はい、じゃあ次、はい、何でしょう、5番。もう答えでいい、答えだけで。 X8 16は何の2乗ですか？4416やだから X-4 の2乗。分からないよ。両端が2乗やったら括弧の2乗になりますよっていうことですね。はい、じゃあ1番の1いきましょう。1番の1、ページがですね11ページになりました。バンバンいきますよ。 16x2+8x+1、 はい、これ何の2乗？4x の2乗。これは両端が2乗で、こうしかもプラスで3つあります。はい、どうぞ。括弧の2乗。真ん中の符号はプラス。はい、何ですか？何の2乗かが分かったらすぐ書いていいとっちゃう。何ここ？ 4x いっちゃない？これでいいよ、これ。OK ですか？大丈夫ですか？ね、はい、商売しか今ちょっと疑ってますからね。本当に指ここ確認しましたか？確認してくださいよ、ちゃんと。違かったら言ってくださいよ。いいです？はい、はい。じゃあ大事なことです。答え確認するのは大事なこと。はい、2番いきましょう。4a2乗マイナス 28a プラス 49、 何の2乗かを考える。 2a の2乗7の2乗、両端が2乗になってて3つある。はい、ほとんど 90% 括弧の2乗、違う時は後で考える。はい、どうぞ。 2a この符号ここに来る。マイナス7の2乗。はい、できた人。 2a マイナス7。はい、何の2乗かを考えてくださいよ。大丈夫かな？そう、そう、大丈夫かな？あら、あら、ちょっと大丈夫じゃなかったかもしれないよ。大丈夫やないの。大丈夫ばわん。はい、大丈夫ばわん。すみません、そんな悲しい目で見らんだけど、一応目覚まさせようと思ってるだけ。あ、本当？そうだ、考え方と？ごめんね。はい、じゃあ3番いきますよ。はい、25、ごめんね。 25x2乗プラス 20x プラス2、あ、4、ごめんね。はい、これが X がなかった、失礼しました。これ 5x の2乗、これ 2の2乗、両端2乗、3つある、真ん中プラス。はい、どうぞ。答えは、答えは 5x プラス2の2乗。話すよ、何も考える暇がないぐらい解いてください。もう手が自動的に動くんですよ、問題見た瞬間。いいですか？考えようとしたらダメです。因数分解はそれこそ本当に訓練なんで、卓球の人だったら分かるかもしれないけども、ボールが来た時にここに来たらバックでどうのこうの、マジで出るでしょ？考えてないでしょ？
一緒です。野球も一緒よね。まあ、野球はすごい読む人はもうピッチャーのフォーム見て振りよう。めっちゃ速い球がね。今回ね、77歳のおじいちゃんが210キロ打ったんです。バッティングセンター。バッティングセンター。俺若いやつはかすりもしませんです。すごかったっすよ。ボールが見えるっていうと、訓練なんですか、筋力とかないね。訓練です。はい、じゃあ最後4番。9x2+60x+100。はい、何の基準でしょう。うん、そう、3x-10の20。基本は両端2乗になっちゃって3つあったら角の2乗になる場合が圧倒的に多いわけです。圧倒的に多いです。はい、じゃあ、大きい2番いきます。大きい2番、いいですね。頑張ろうね。頑張りましょう。今年は特にあんたに取らせたいから時々ね、確認テストみたいなのをしながらやっていきますので、練習を日頃からしよってくださいね。はい、ですね、こうなってて、これが何かの2乗になってますよってことなんですけど、わかりますか。何の2乗だと思いますか。間違えてもどんまいですけど、はっきり言いますね。ここが X の時はものすごく簡単なんですよ。ここ何かがついたらちょっと違うんですけど、ここが X2 乗の時はこいつが半分になる。そしてこいつを2乗したのがここになります。はい、ということはここは何ですか。6でしょ。2乗して36。だからさっきまでの練習した、ここが X2 乗、ここ6の2乗だから括弧20になるでしょ。ですか、大丈夫ですか。はい、じゃあその次行きます。ガンガン行きましょう。ガンガンです。はい、ですね、 9x、 はいはい、今括弧の2乗の訓練してますからね。もう勉強という訓練、括弧の2乗の訓練。はい、こう来まして、X だけ外に出る。はい、ここも分かるでしょう。ここは何ですか。よね、その練習今まで散々したよ。これが何の2乗かを考えて、で括弧の2乗したよ。これ両端2乗やったら括弧の2乗、つまりここは3でしょう。2乗になって 9x2 乗になるわけね。さあ真ん中は何かというと、展開の公式を思い出してください。真ん中は 2×3x×+1 なんですよ。だから真ん中何 x ですか。プラス 6x。 はい、このバージョンからここは6ですよということが分かります。ですね、はい、括弧の2乗の訓練です。とにかく括弧の2乗の訓練。はい、次は2個あるときは足しなさい引きなさいですよ。ですか。はい、3番いきますよ。3番、もう人よりも早くたくさん練習するね。そして学校の授業でしっかり復習して確認していく。いいですか。さっき日中が因数分解の話になったけど、ここら辺はまだ習ってないはずなんで、こんにちは。ワークはもらいましたか。で、どのワークか数学見せてもらっていいですか。今まで日中と今週は一緒やったような気がする。今年違うかな。そうです。一緒。ちょっと。こいつですか。違うよ。今年日中が、ね、裏切ったの。すみません。いや、大丈夫ですよ。どうもですよ。これ後ろに回してください。で、今ずっと遅れたとこはね、YouTube 見てくださいね。そしたら、宝井君はどこ座っちゃったかな。一番後ろかな。
ちょっと高林君のところちょっと出してもらって、来たら渡してね、はい、あんたに預けちゃうき、あ、後ろ、はい、で、今前半戦終わって後半戦、一番右のね、5番の因数分解1というとこの右端の B のステップ2というところで、はい、じゃあ行きます。赤ペンでですね、ステップ2はですね、2回因数分解って書いてください。ステップ2は2回因数分解するバージョンになります。2回因数分解です。はい、1番いきましょう。まず共通の文字があります。共通の文字何ですか？うん、共通の数字は4やね。つまり 4B でくくりましょうか。あ、これ全然2回にすることができるバージョンじゃないし、面白くないね。全然面白かった。ごめんなさい、普通2回にすることなんですけど、すいません、これ B だけで終わりでした。はい、4B でくくったら何ですか？A2 乗マイナス2よね。はい、数学苦手な人は本当に 4B で約分してみてください。もう一回言うね、数字で共通のもの、同じ割れる数、最大公約数とも言いますけど、4と8を割って一番大きい数、数字は4、あとは文字は B が共通なので 4B で作りましょう。で、括弧の中は約分してくださいということでしたね。2番、これはヒントは言いませんので、さあ、思いっきりやってみてください。あ、まあ、足しなさい引きなさいなんですけど、同じ数字文字がないよね。でも2個しかないよね。2個しかないときは足しなさい引きなさいになりますよ。はい、足しなさい引きなさいですよ。はい、できた人、ありがとうございます。まず何の2乗ですか、これ8、こっち側は2乗、あ、ごめんなさい、2乗外です。2乗マイナス2乗は足しなさい引きなさいなんですよ。もうそれしかないって言うよな、さっきから。2乗マイナス2乗は足しなさい引きなさい、何にもひねってませんから、素直にそのまま2乗マイナス2乗を足しなさい引きなさい、いいですか。はい、3番です。ごめん、これ2回因数分解は次のとこみたいに、ステップ2で出てきたかと思ったら出てこんか。次の因数分解は2でしょうね。はい、3番いきます。両端が2乗だったら、両端が2乗だったら括弧の2乗じゃないかなと思っているわけですね。これ 3a の2乗、これ2分の1の2乗。はい、答えは両端が2乗なら括弧の2乗です。答えは 3a、うん、それでいいです。確かめましょうか、真ん中これになるかどうか。展開で確かめましょう。真ん中は 2× これ×これなんでしょ。ほら、約分できるよ、なっちゃうよ、ちゃんと。大丈夫ですか。はい、じゃあ裏に行きます。因数分解を極めましょう。いいですか、因数分解2ってとこ見てください。裏側です。一中の人もね、自分のワーク同じようにして解けます。高中の人もいいですか。はい、じゃあ行きますよ。とにかくガンガンね、ワークもらったんだからどんどん進められるんで、どんどん やりましょう。今度こそ試験範囲をもらった時にほとんどワークが終わっちゃうという世界を見てください。世界が違う。
勉強せん人は今から始めようかというときに自分が終わっちゃったりしたらどんだけ繰り返しができるか。さあこれはですね、ここがですね、足して6かけて1なんですよ。でこれ校中の先生が本当過去素晴らしいこといろいろ言ってくれて、全部プラスの時はプラスプラスしかないよと。で掛け算して5って何掛け何しかないですか。1掛け5しかないでしょ。でこれ一旦書くでしょ、こうやって。でいいですか、ここが同じの時展開の公式の練習しますよ。ここが同じの時足し算と掛け算しよったでしょ。ちゃんとなっちゃうでしょ、足し算なっちゃうでしょ、で掛け算なっちゃうでしょ。だから展開の練習をしっかりしよったら因数分解確認ができるね。 OK ですか、大丈夫ですか。はい、じゃあ間違えてどんまいですので 2,3,4 チャレンジしてください。どうぞ自分の力でやってみてください。間違えていいよ。で間違えた時はね、消しゴム使わんでくださいよ。赤ペンで書き直す、それがかっこいい。勉強していいですか。行きますよ。いいですか。ここで勉強してほしいのはですね、ここの符号を何で決めたかってことなんですけど、かけてプラスになる、ここかけ算でしょ、かけてプラスになるのはプラスプラスかマイナスマイナスしかないんですよ。プラスとマイナスかけたらマイナスになるわけでしょ。いいですか。ここで符号を決めるわけで、全部プラスやったらプラスプラスしかないよね。で14を何かけ何で分けたらいいですか。もうこれは簡単、14は2かけ7でいいじゃない、かけて14足して9分ですね。はい、次です。掛け算して6で足してマイナス5なんですよ。だからマイナスマイナスしかないでしょう。もう一回言いますよ、ここの符号はプラスプラスマイナスマイナスしかないわけよ。どっちのグループか、真ん中がマイナスやったらこっちなんですよ。全部プラスやったらプラスプラスしかないでしょ。掛け算してプラスってマイナスマイナスもプラスになるわけでしょ。はい、何かけ何に分けたらいいですか。23が6でね、32が6でもいい、そこは入れ替わってもいいんですよ。23が6、32が6、掛けてプラス6、足してマイナス5。いいですね。学校でこんな練習をたっぷりさせられますから、本当にもう喜んで練習してください。はい、次マイナス3とマイナス4でしょう。かけて12、足してマイナス7です。いいですね。いや、大きいホワイトボードになったきね、もうちょっと使いやすくなる、たくさんかけるき。あ、これ入れ替わってもちろんいいんです。一緒なんです、一緒なんです。4個やもん。はい、ここを XX にしますね。ここをかけてマイナスやったらプラスとマイナスにするんですよ。とにかくここが大事です。ここはだってプラスとマイナスかけないとマイナスにはならんでしょ。さあ、そして3と1を分けて、今度はどっちがプラスどっちがマイナスかをよく考えます。
3は 1×3×3×1 でしょう。はい、どっちがどっちですか。こうなるためにはどっちが1でどっちが3ですか。チビですよ。プラスで1で、マイナスが3にならんと足してマイナスにならんよね。はい、それき因数分解しよったらね、頭の働きが良くなるき、めっちゃ練習してくださいね。因数分解いいですか。 x2+6x-12、 あ、16でした、ごめんなさい。あ、両端2乗だと思うんだよ。さっき両端2乗って何ちゅうだったの。ここがプラスじゃないとダメなんです。プラスじゃないと両端2乗じゃないです。だってマイナスを2乗したらプラスでしょ。だから括弧の2乗になるときは絶対こうプラスなんですよ。だから今回は2乗だと言って簡単に括弧の2乗にしないでください。はい、かけてマイナスなんでプラスとマイナスです。はい、どっちがなんでどっちがなんですか。プラスが8、マイナスが2ね。いいですか。4、4に分けたりしたら足して0になるでしょ。リストは4416だけじゃないですよ。もっと言うと 1×16 もあるんですよ、可能性としては。たまにありますからね、 1×2桁。8に16でしょうね。かけてマイナス6足してプラス6。はっきり言って訓練なんです。まだ考えよううちはまだ練習が足りんとです。本当にもう因数分解とか訓練ですから、見た瞬間に答え書き始める。マジな話、最初早いと思うでしょうね。でもゆっくりしないよ、速さについてきてください。そしたら自分も速くなれますから。はい、かけてマイナス15、プラスとマイナスでした。さあ何かけ何に分けたらいいでしょう。うん、プラスが5でマイナスが3ですね。ただかけてマイナス15足してプラスになりますね。はい、4番いきましょう。 x2+3x+26、 あ、マイナスだった、ごめんなさい。はい、マイナスだからプラスとマイナスにこう分けて、ここで一旦考える。はい、何かけなんでしょう。うん、7、4、28で、どっちがどっちかというとこっちがこっちがじゃないとマイナス3にならないよね。いいですか、大丈夫ですか。はい、よしよし、いいよ。じゃあ右側に行きましょう。なんとですね、因数分解ここで終わりますよ。一応一旦これで終わります。だからあとちょっと教えたらもう一生が終わるんです。そこまで教えてます。だからどんどん皆さんワークをやりよってください。どうぞどうぞ。で、こここそ2回因数分解です。すいません、ここが2回因数分解です。ここが勝負なんです。いいですね、これが因数分解の仕上げになります。いいですか。ごめんね、さっき。今度こそ2回因数分解です。もう因数分解の仕上げに差し掛かりましたんで、ですね、学校でゆっくり練習してください。塾では結構先に行っておきますからね。まず共通な数字は何でしょう。共通な数字5でしょうね。でしょ、5で割れるでしょ。はい、で割った残りは何ですか。で、ここが今までこれで終わってたけど、中がもう一回因数分解できるんです。括弧の中がもう一回因数分解できるんです。2乗マイナス2乗だから足しなさい引きなさいでしょ。わかりますか。2乗マイナス2乗は足しなさい引きなさいだから、はい、合括弧足しなさい引きなさい。こういう共通因数、共通因数、同じ数字や文字で作るということですね。わ
かりますか？問題数字は文字で一旦くくらんという感じです。椅子、はい、じゃあ2番は4でくくって、はい、どうぞ4でくくってチャレンジしてください。過去の中をもう一回椅子分解してください。まず4でくくれると思います。ってみましょう。はい、x2+2x+1 どうですか？いいっすよね。で、これがもう一回できるんですよ。両端2乗じゃないですか。これプラスやし、これ1の2乗、両端2乗やったらどんな形になるんでしたか？ 90%？ カッコの2乗やろ、ね、そういうことやろ。4カッコ x+1 カッコの2乗、だから2回すればいいとって、共通の数字とか文字を探して一旦作ったら、今まではカッコの中が因数分解できんやったけど、今回は括弧の中もう一回因数分解できるわけ。だから必ずそこで安心しないことです。苦手な人はここで終わっててピンになってますからね。ですか？だって今までこれはできたっちゃん。これはできたとに読んでくくった後、いきなしこれができなくなるんですよ。不思議ですよ、人間の心理。いいですか？単独でこれだけ練習した時はできよったのに、前に4がついた瞬間に、そこで止まる人がいるんで、同じことです。いいですね。カッコの2乗練習したでしょ。いいですか。はい、じゃあ3番自立してもらっていいですか。3番頑張れ頑張れ。頑張って頑張って。してますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫です。3で来るんですよ、3で。動いてないよ、動いてないよ。動きながら考えるよ、動きながら。はい、3で来りましたか？括弧、x2+7x+6 でいいでしょ？ね？で、これは3括弧。こうなるっすよね。かけてプラスやけど足してマイナスやからマイナスマイナスでしょ。ね、あのね、これだけさっき練習したやん、これ。で、これまた甲府中学校の前先生が、とにかくね、できん人がね、真っ白で何も知られた。だからせめてお前カッコつけてこういう風にかけよって言ってくれたんです。いい先生やなと思ったんですよ。そしてここがプラスでここはマイナスやったら、かけてプラスはプラスプラスをかけるかマイナスマイナスをかけるしかない。かけてプラス足してマイナスやったらマイナスマイナス。ここまで書いてゆっくり考えなさい。何かけ何か考えなさい。いや、校長の先生すごい。もう今は多分どっかに移動してるしゃべしてるね。いい先生ですよ。とにかく生徒がバンバン解く人と全く解けない人と分かれたんですよ。で、先生悩んだ。で、少なくともお前、ま、この括弧ぐらいつけきやろ。で、XX かけよ。はい。さあ、何かけなんでしょう。何かけなんですか。マイナス1、うん、とマイナス6ですね。16でいいんですよ。マイナス7になるためには 1×6 なんですよ。いつも 2×3 しか浮かばん人は、もし2と3やったら足してマイナス5しかならんでしょ。何も考えたいね。6って2、3が6しかない、その人の頭の中に。因6が6もあるわけよね。だから何パターンかあるので何かけ何にするかということなんですよ。そこが大事なんです。いいですか。はい、じゃあ下いきます。下2番いきましょう。2番
消しますでいいですか。消しますよ。いいですね。なんか一中のワークもしたくなったな。ちょっとできたら今日数学に少し時間とって因数分解をある程度仕上げたいね。もう本当に訓練ですからね。今何ページしてるか。13ページをしてます。結構きたね。A かっこ X マイナス Y、 B かっこ X マイナス Y。 はい、 X マイナスでこれ置き換えてるやつなんですね。 X マイナス Y イコール、どっちがいいかな、ラージ A にしましょう。ラージ A と置く、置き換えはですね、ラージ A かラージ X かどっちかです。別に文字は何でもいいです、アルファベット。一応今回 A としましょうね。別にこれが X で置いちゃったりピンとかいうことは絶対なりませんから安心してください。で、こうなるんですよ。こうなるんですよ。置き換えたらこうなるでしょ。今何の勉強してますか。因数分解。因数分解は括弧の形にするわけよね。なんとか括弧の形にするわけね。共通の文字は何ですか。 A でしょ。だからとりあえず A でくくれるわけでしょ。こう A でくくれるわけね。ところで A ってもともと何でしたか。 S マイナス Y。 だからこれ A、 正式に言うと A を元に戻すととかね、そういうことを書かないか。正式に言うと、ちょっと今一番最初から大事だから、慣れたらもうこれ書かなくていい。ただ以降で結ばんでほしいんですよ。ここ以降で結ばんでください。何も言わんでいきなしもっと書かないで、相手にちゃんとねこういうふうに書かないといけない。もしこれを書かんやったら以降で結ばないでこれを作って寄ってとかしてください。じゃあ皆さん2番どうぞ自分の思った通りやってみてください。ヒントは置き換えです。置き換えです。置き換えです。止まっとるよ、止まっとるよ、頑張れ頑張れ。何を何時置いたか分かるやん、見たら。甘えたらいかん。自分をバカにしたらいかん。やれるやん。さっきは X マイナス I を A と置きました。今回は何を何と置いたらいいですか。そうでしょうね。ここが同じやんね。同じところを同じ文字で置くわけだよね。X マイナス3をラジ A と置きましょう。ラジ X でもいいんですけど、どうしてやった。こうなるでしょう。一旦こうなるでしょう。それで文字は何でも一緒なんですよ。 X でも A でも同じなんですよね。こう書いてかけてプラス足してプラスやったらプラスプラスしかないでしょう。はい、だこれがさっきと違うんですよ。 90% 括弧の2乗と言ってきたけど、括弧の2乗に一旦考えてみたらですね、真ん中が4になるんですよ。真ん中2が4になって5にならんとですよ。だからさっき 100% と言わなかったところはそこです。両端が2乗の時、括弧の2乗になるのは 90%、 残りの 10% が例えばこういう形。何かけ何に分けたらいいですか。1と4でしょ、ね、1と4で A を元に戻すと、頑張れ頑張れ。 X マイナス3プラス1、 X マイナス3プラス4。はい、あとまとめてください。
ですね。OK ですか？大丈夫ですか？です。じゃあ、4番見ましょう。今思考力をつけるためにこんな問題が出てる。あ、右かいと、ごめん、3番がまだ終わってなかった。ヒント言いますね。ヒント、3番は2回因数分解です。まず共通の文字か数字で作って、その後もう1回括弧の中を因数分解してください。はい、3番の1どうぞ。共通の文字で作って括弧の中をもう1回因数分解しましょう。いいですか？土曜日こっちでした。まだしてた。あ、そうか。今週分ぐらい。はい。あの、すみません。ごめんね。無理やりちょっと。はい。座ってもらおうと。お疲れ様です。じゃあ、行きます。いいですか。先に、ですね。3番の1ですけど、Y でくくりましょう。Y でくくった後、ここまで来ますよね。ここまで来ますよね。で、ここに集中するんですよ。さあ、何人ぐらいできたかな。こうなるわけでしょ、ごめんなさい。こうなるわけでしょ、大丈夫、こうなるやろ。何回も練習したろ。かけて、プラス、足して、マイナスやったら、マイナス、マイナスしかないや。ね、何かけられたらいいですか。何かけなんですか。何も考えない人は四六とか六七とか言うんよ。それでいいと思いますか。六と四やったら足していくらになりますか。十しかならんでしょ。ね、三と二十四ですか。三と八足したら何ですか。十一でしょ。違うでしょ。何と何でしょう。二と二と十二でいいやろ。ね、そういう時があるとよ。四六二十四が好きかもしれんけど、それで14にならんと、14にならんと、2と12でかけてプラス24足してマイナス14になるでしょ。ね、もうもはやこれは本当に訓練なんです。本当にいいですか。はい、3番の2置き換えです。ヒントは、はい、どうぞチャレンジしてください。3番の2と3は置き換えです。置き換え。頑張りましょう。これです。置き換えですよ。
ちなみに何て置いてあります？ラージ X って置いてあります？ノーハンカイト。どっちですか？多分置き換えで解説が書いてある。置き換えです。ラージ X ですか？ラージ X って言うんですか？ラージ X。ってことですか？大文字の X ですか？大文字の M。M？ はい。M っすか？あ、しまった。M で、松尾の M で行ったらよかったかもしれない。その松尾の M に変えます。いい問題集だね。いや、どんだけ文字が何でもいいかっていう話なんですはい。すいません。ちょっと松尾にさせてください。松尾の2乗、2名。で、これが7の2乗やから、足しなさい、引きなさいです。とにかく2個しかないときは足しなさい、引きなさい。そうか、M の時代か。M は気づかなかったね。これでこう元に戻すとね、元に戻すと。少し慣れてきましたか？甲虫はこのネジネジでもない。ああ、そうだね。ちょっとね、甲虫までやる時間がないかもしれないけど、まあ、とにかく日中と一中ができたらできるんで、その項目の人は個人的に分からなかったら聞いてくださいね。そう、時間的に3つはできそうにないような気がする。ほとんど問題内容一緒ですから大丈夫です、できます。あー、それか、あれ、二瀬が使い寄ったやつやね。二瀬と何かしら、うん、そうだよ、それ去年日中と一緒やったのね、甲虫は。そう、OK ですか？大丈夫ですか？最終的にできましたか？はい、じゃあ同じく3番も M と置いてみましょう。3番も同じです、置き換えです。もうこれがほとんどね、もうちょっと突っ込んだ問題があるんですけど、ほとんどこれで因数分解の大事なポイントを全部できるようになりますので、はい、基本 90% 両端が2乗だったら何と教えましたか？両端が2乗だったら 90% 何ですか？括弧 M マイナス3の、たまに違うけど、ほとんど両端が2乗だったら括弧2乗ですよね。あの、甲虫の2人はなんか多分学校で何かがあったり遅かったと思いますけど、あの、前半戦をとにかく YouTube で見てくださいね。めちゃくちゃもう3年になったら中身を超えてるよ、授業の中身が。やき1回ちょっと休んだりするともう分からなくなったりする時あるんで、そのため絶対あげますので、しっかり見て勉強してください。ついてきたら必ず点が取れます。本当に必死でついてきてくださいね。 M を元に戻すと、X プラス Y マイナス3の2乗です。これが答えです。これが答えです。はい、じゃあ4番見てください。4番見てください。はい、いきますよ。 A さんは 4X2 乗マイナス36を2乗マイナス2乗と考えて、足しなさい引きなさい右のように因数分解しました。 A さんの因数分解のやり方をよく見てくださいね。あなたはこの因数分解で十分だと思いますか？あなたの考えを書きなさい。またあなたがどう因数分解するか書きなさい。さあ、あなたの考え、はい、これは十分だと思いますか？どう思います？ではない。ではないよね。大体こういうのってではない。ではない、うん、なんでではないんですか？知らん。
さあ、自分の意見がありますか。自分の意見を持ってくださいよ。十分ではない。なぜでしょう。じゃあね、問題出すね、1台ね。皆さん、因数分解の問題を出します。いいですか。はい、これを因数分解しなさいと言われたらどうですか。これを因数分解しなさいと言われたら因数分解できますか。できない。あら、どうも。さっきはそこが弱いよ、そこ強くしてよ。3の2乗。いやいやいや、これ2乗はないです。あっ、数字が、共通な数字があるじゃないですか。2でしょ。2括弧、何ですか。因数分解かけるでしょ。はい、ということなんです。つまり A さんの意見では A さんこれで終わったわけね、因数分解。ところがこいつとかまださらに因数分解ができるわけよ。できるでしょ、今実際に実験したでしょね。だからあなたの意見を書きなさい。はい、どうぞ。これ因数分解は完全に終わってないってことでしょ。こういう考え方ができるのかな。うん、あのその数字に弱い。数字だけ鍛えたら大丈夫。文字はできるけど、数字でね、共通な数字を前に出すっていうところを練習したら大丈夫です、はい、だって単独でこれ因数分解って言われたらどっちも2で割れるんで2でくくりますから、はい、そこだけちょっと練習したらもう全部できるようになると思います。つまり、まあ、あとは自分の意見やね、自分の考えを書きなさい。でここで今まで皆さんは答えを移したでしょう。あ、やべ、これめんどっちいとか。じゃなくて、もう表現は下手でもいいので、例えばよ、括弧の中がさらに因数分解できるというふうに書いたりとかね。もう具体的に 2x プラス6は 2x プラス3と因数分解できる。もちろんこっちも同じです。これは2でくくって x マイナス3なんですね。つまりこれ因数分解が終わってないんです。終わってないんです。はい。まあ正解に持ってこうとすると、一つはね、こう書くやん。書け。この A さんの意見を使おうとすると、実はこれが答えなんですね。でも A さんのやり方の続きをやってほしくないですよ。だってこれが間違いとおうから、ここまでの考え方が良くないので、それを訂正しよう。最初から正しいやり方がいいと思う。さあ、あなたならどう解きますかという。一番最初にまず同じ数字や文字でくくれないかと考えるでしょ。はい、あなたの因数分解のところ行きましょう。あなたの因数分解のところいいですか。いきますよ。あなたの因数分解、なんでくくれますか。同じ数字があるじゃないですか。そこない、読んでくくらんといかんとよ。これこう読んで約分して、そしてここだけ集中すると2乗マイナス2乗でしょ。だから数字でくくれんと今回はミスをするんじゃね。文字プラス数字をですか。で今日何回か練習しました。2回因数分解、足しなさい、引きなさい、いいですか。今日もう究極のほとんど因数分解の最後ら辺のところまで話をしましたので、まだ多分他の中学校も含めて、ね、日中因数分解って言ったけど、高知因数分解入りました、うん、まだまだ。じゃあ入ったら活躍してくださいね。一中はどこまで行ってますか。展開は今練習しようでしょ、ね、展開がこう因数分解と表の裏の関係やね。展開しっかり練習しよったら因数分解がスーッと入ってくるので、いいですかね。じゃあちょっと念のために一中と高中の
後でコピーさせてもらって、はい、できたら皆さん、ガンガン解いていきましょう。項目のやつも練習したいですね。はい、じゃあ、いいですかね。なんと4ページも進みましたからね。はい、もう気になった時の倍ぐらいのスピードで行きますからね。大丈夫ですか。だいたい少し分かってきましたか。大丈夫ですか。まだしっくりこないかもしれないけど、練習したらスッと入ります。なんかあれですね、こうやってやれとかできる、そのだけ言われれば、そうですよ。で、次のステップがそれが自分でパッとひらめくように、周りが20やったらああしろって、周りが20って言ったらああこうするんだな。ああ、それでまずはいいです、それがね。ただ10% 違うだけあるので、その10%をパッと見破られるようになるといいなと思います。いいですかね。じゃあですね、さっき国語の用意をねちょっとしてもらってたので、国語、校中ワークもらえましたか。もらった。持ってきてる。持ってきてない。持ってきてない。国語、一中と同じやつなんで、うちにあるのがね、とりあえずちょっと配ります。答え書いてあるやつなんですけど、配ります。はい、後ろ回してください。ここちょっと後ろ鎌原くんで回してください。はい、答え書いてますので、2日前のおとといの授業なんですけどね、おとといの授業は、そこの、右のページだけしました。2つのあざみのところで全文を読んで、あらましをつかんで辞書で下調べをしようというところでね。で、美しい紫色の花ということで、ちょっと括弧の中だけマーカーで、一中の人はこう書き込みながら考えてもらっていいですよ。美しい紫色の花、かなりの竹がある茎の先端に細い筒状の花びらがついてますね。アザミという花の名を知りました。はい、アザミが2種類ありました。素敵に背高のアザミという表現ね、これは明るい日の下で映える花と書いてあるんですね。で、裸足でアザミを踏んづけるという表現、闇に沈んだ見えない花で、これが正反対のイメージですよということになります。いいですかね。これはおとといの授業、皆さんは出席してくれてたので、休んだ人もいないので、おとといの授業でこの話をここにこう書いてノートに移してもらいましたですね。あんた休んだから。あ、そうか。はいはい。ということですね。で、漢字の練習です。じゃあちょっと皆さん漢字を少し練習してください。どうぞ。片隅とか揺れるとかね。何とか。英語も皆さんにいつもお願いしてますけど、出てきたときにすぐ練習してください。出てきたときにすぐ練習してください。片隅揺れる咲く魅力やむ変える、自学なんかないと。自学なんかさっき2日分やるとか言われた。金曜まで やるぞとか言ってですね。今こそその出して練習してるじゃないですか。はい。そして明日はゆっくりしようなんて余ったらだこと言ってすぐやるですね。お、すげえやる気があるなと思った。明日休みたい。なんでそれ。明日も 2倍するぞとか言ったらね、かっこいい。はい。ね、片隅揺れる柵ですね。魅力に入る。
じゃあ謎にましょうぜ、これ。そんな練習するには感じ謎の、へで、1から4が進出漢字だそうですね。で、なんか番号が黒くなってあるのが進出漢字で、その白い方は前から出て、前出た漢字ということになってます。で、語句の意味調べということですね。はい、一個、全く何なんない個別、一つずつ、別に、別でとか言う。本当、国語の授業時間内に覚えてくださいよ。本当にお願いします。練習しましたか？はい、では、僕の意味の方に行ってもらっていいですか？いいですか？ここまで一昨日の復習になりますよ。いいですかね？はい、僕の意味、僕チェック。とにかく授業中に覚えようと意識してくださいね。もう期末の勉強せんでいいぐらい国語を仕上げる授業中という気持ちでいきますよ。はい、国語の意味のところ移ってください。まだ途中の人すみません。ですから、いきますよ。一個、全くなんなんないですね。全くなんなんない、で、例えば、雑談ばかりで話し合いが一向に進まない、ね、全く進まないってことでしょね。個別、一つずつ別でというわけで、まあ、個別指導とかそうだよね。類義語、個々別々、個々別々、要例としては、出席者は個別に審査員の公表を受けられる。両者、両方のもの、者がものなんですけどね、の類義語を書きなさい。双方とか両方とかですね。で、要例、決勝戦は両者一歩も引かないものだったですね。呆然、まあ出るとしたらもう呆然と文脈じゃないかなちょっと思いましたけど、一向はいけそうよね。一向、呆然、文脈はまあこの語句チェックの中では出そうですね。個別と両者はあんまりそうでもないかなと思いましたけど。で、呆然、あっけに取られる様子。突然の海外赴任の事例に父は呆然としたですね。文章中の論理的なつながりを文脈と言いましたね。難しい文脈をたどってようやく内容を理解したという使い方がありますよ。次ですね、短文を書こう。次の語句を使って短文を書きなさい。生々しい、目の前で見たように現実的な様子。生々しい傷跡ね。例えば原爆が投下されて未だに残っている生々しい傷跡とかね。はい、考えるの方行きましょう。カタカナのアザミについて読み取る。
少年時代よく友達と遊んでいた原っぱの片隅にあった花の様子を空欄に合う言葉を書いてまとめなさい、書き抜いてまとめなさい。美しい紫色の花でかなりの丈がある茎の先端に細い筒状の花びらが広がっている、まあ、これは教科書を見ると多分わかるんですね。書いてあると思うんですね。やがて一の花が何と呼ばれていることを知ったのか、三字で書き抜きなさい。アザミという、ここはカタカナになります。はい、あの18の1とか書いてあるのは多分18ページの1行じゃないですかね。一番の下に小さく書いちゃいな、ね、これ怪しいよね18の1とかこれ怪しいな。こいつは多分18ページの1行とかいう意味じゃないでしょうかね。教科書で確かめてくださいね。で、B の1、18ページの9行目、あざみという漢字を知るきっかけになった物語の、作者と題名を書きなさい。作者宮沢賢治、題名、なんだこれ、なんとかが原、何が原ですか、そう、一応あざみが原、種山が原、種山が原ですか。答えはもう一人あった、もう一人、二人ちょっとね、寄付してもらったんで、二人とも過去に行った人なんで勉強しっかりやってたので、うん、種やね、種山が原ですね、種山が原です。まあ、教科書載ってると思うんで確認してください。で、宮沢賢治ね、ちょっと左で人物見てほしいんですけど、俺国語大好きで過去でも一番取ったのは国語しかないんですよ。国語だけは学年トップ何回か取らせてもらったんですけど、まずですね、作者のことを調べたんです。だから皆さん宮沢賢治のことをちょっと見てください。この写真が載ってる宮沢賢治ですね、1996年生まれ、岩手県出身、詩人で童話作家ね、銀河鉄道の夜は、賢治が死に至るまで遂行した原稿が死後に発見されたね。で、雨にも負けず、銀河鉄道の夜と雨にも負けずマーカーで塗ってください。銀河鉄道の夜と雨にも負けずマーカーで塗ってくださいですか。あ、病床で手帳に記したものである。なんとですね、雨にも負けずって知ってる人います？どんな詩か、うん、俺も漠然としてちょっと覚えてないんで申し訳ないんですけど、雨でも負けず、丈夫な体を持ち、ね、例えば、東で山に倒れる人がいれば行って看病しみたいな、で西になんか、死にかけてる人がいれば行って大丈夫だよと言いとかね、なんかそんな感じなんですよね。で、それがまさか死にかけてる時に作った作品とは思えないぐらい素晴らしい人物像なんです。理想の人間像を自分で描いてるわけです。で、最後にそういう人に私はなりたい、だからなるほどな、死にかけてるから、あ、こういう人になりたかった、もっと丈夫でいたかったとかね。なんと38歳で急性肺炎による死去だと。若いですよね、38歳で亡くなったと。才能豊かな人でしたね。で、梶井元次郎の人、はい、いきますよ。1901年生まれ、大阪府出身、東京帝国大学、今は東大です。文学部在学中に同人誌を創刊し、レモンなど小説を発表する。はい、レモンマーカーで塗ってください。作者と作品名はね、できるだけ覚えておいたらいいと思います。鋭い感受性と高い知性からいくつもの作品を生み出すも、初めて原稿料をもらって間もなく31歳で亡くなる。宮沢賢治より若い、しかも原稿料をもらってすぐ亡くなるね。で、こういう人多いよね。作品は死後評価を高める、生き長時に評価を高めて、ちょっと生活がね、少し潤って豊かになればね、ちょっと幸せだったと思うんですけど、昔は作家はこういう人が多いんですよね。
はい、で下に行きましょう。こういうふうに作者のことにちょっと興味を持ってもらってね、それでまたこう国語の教科書に戻ると読み方がちょっと変わるんですよ。僕は国語は本当にそういうふうに調べて、で文章を読んで、で興味を持ってしよったらなんかスーッと頭に入ってきましたね。はい、2番いきましょう。筆者が心惹かれた表現を書き抜きなさい。素敵に清高のあざみ、これ何回も出ましたね。はい、このページでも出ましたね。素敵に清高のあざみですね。スーッとこうすっきり見えたんでしょうね。筆者が心惹かれた理由を次から2つ選びなさい。いあざみを修飾するのに意外な組み合わせの2単語を用いたから。はい、マーカーで塗りましょう。そこあざみを説明する、修飾するって説明すると思っていいんですけど、意外な組み合わせの 2単語を用いたね。はい、で次です。A マーカー塗りましょう。短く刈り込んだ表現で言葉に新しい響きを生み出したからですね。ここは実際に、作品を味わってみるといいと思います。で3番19ページの14行目でしょう。多分漢字のあざみに再び出会うことになった、書物の作者と、題名を書きなさい。梶井元次郎ですね。はい、闇の絵巻でですね、3の中で、つまりこの作品の中で筆者が衝撃を受けたあざみの表現を書き抜きなさいですね。はい、いいですかね。裸足でだよね、これ裸に足と書いて裸足だよね。裸足であざみを踏んづけるですね。あと痛そうだし、あざみもかわいそうな、なんかそうちょっと残酷な残虐な感じしますよね。真っ黒な闇の中に一歩を踏み出す、勇気ですね。確かに闇の中ではね、進むのはちょっと勇気がいりますよね。はい、ということでした。まあこういったのを先にねちょっと意識してから、作品を味わうとまた別の味わい方があると思いますですね。あ、ちょっとこうよく映ってないね。ブラッカーちょっと見てくださいね。ブラッカーは名と暗を持つ言葉としてのあざみというふうに書いてありました。確かに全く同じあざみのことを名と暗ですね。あ、もちろん漢字でした。言葉としてのあざみ、あざみはどっちかな、そこの辺しかないかな、ですね。はい、もうちょっと行きましょう。もうちょっと2番、言葉としてのあざみの色が深まるということはどういうことか、次から一つ選びなさい。はい、花の印象がより強くなったということなんですね。いいですか。そこをちょっとマーカーで塗ってください。うが正解で、あざみという花の印象がより強くなった、色が深まるというのは印象が強くなったということの、表現で3番です。本を読み言葉に触れ言葉を育てていく喜び、ここは多分出ますよね。筆者が感じたその喜びをあざみの2号を用いて具体的に書きなさい。はい、で野の下の野の花としてのあざみ、まあそれは自分が実際に見たことがあるあざみですね。
野原の片隅に咲いている紫色の花、それが野の花としてのアザミでした。カタカナで今まで知っている自分のアザミはカタカナでした。でそれが本でアザミという言葉に触れ、要するに漢字に書き換えられているわけね、本の中では。でアザミという言葉に触れて、その次より美しさを増したという喜び、そこをマーカーで言ってください。ですか、今まで自分が知っている野の片隅に咲いているアザミが本の中でいろんな表現をされて、印象が深くなった。本でアザミという花のことの表現、名と案でしっかり表現されているのを見て、さらにもう一回花を見たりすると前と違う見方になる、見え方が変わってくるというわけで、印象が深くなってより美しさを増したという喜びですね。はい、最後に全体的なまとめがあるので見てください。アザミについて、ここはまだ少年時代のアザミはカタカナでした。原っぱにある紫色の花の名前がアザミだと知りましたね。はい、漢字ではなくカタカナのアザミの花として把握するですね。カタカナです。さあ、アザミとの出会いが2回ありました。宮沢賢治が書いた種山の原でアザミという漢字に初めて会う。で、素敵に清高のアザミという表現で、アザミは明るい日の下で生える花という印象ですね。で、今度は梶井元次郎が書いた闇の絵巻でアザミという漢字で再び会う。出会う、裸足でアザミを踏んづけるという表現で、闇に沈んだ見えない花ね。で、アザミとアザミ、2つのアザミの出会いがもたらしたもの、はい、2つのアザミ、世界の見方を変えた。野の花のアザミは名と案を持つ言葉としてのアザミになった。最後、ここが大事なんですよ。言葉に触れ、言葉を育てる喜びというので、そこちょっとマーカーで塗ってください。言葉に触れ、言葉を育てる喜び、見慣れていた光景に新しい光が当てられる様子を驚きを持って眺めること、今まで自分が気づかなかった、そう感じなかったことを本を通して、感じ方が広がっていった、深まっていったね。それをちょっと感動としてね、表現しているということになります。同じこと繰り返し出てるでしょ、全く同じこと。だから国語ってね、もう本当に僕は元取れてた立場からちょっと言わせてもらうと、誰が説明しても、誰がその作品を鑑賞してもポイントは同じなんですよ。その作品でいいところ、大事なところ、感動的なところっていうのは人によって変わらないです。同じなんですね。説明する側としては、ですからこの作品のここを味わってねっていうのは一緒なんですね。だからそれをはっきり変えてやるのがワークなんですよね。で、国語を今まで取れなかった人、他の科目、例えば数学とか英語ばっかりして国語をほとんどおろそかにしてます。漢字の練習もろくにしませんでした。そして30点、40点ぐらいの点数でした。取れても50点、60点ぐらいという人がほとんどです。国語にめちゃくちゃ時間を割いて勉強する人あんまりいないですよ。で、どっちかというと女子が書くのが好きだから男子に比べて、だから国語の平均点は多分ですけど女子が高い。男子のイメージ、あ、めんどっち、あ、書くのめんどくさい、もういい、ザザッと練習となるね。だから男子の皆さんは特に、しっかりワークを通してね、練習してほしいと思いますので、必ず進んだとこまでワークを何回も繰り返しノートに書いたりして覚えてください。そしたら国語もめっちゃ取りやすい科目に変わるんです。で、この前言ったようにですね、国語が今年入試で一番難しかったわけです。そこでみんな調子に落としたんですよ。1時間目の国語でバーンと悪くてできない、あいつもと違うと思って、でガタガタガタ、次の数学でも国語が上位、あの時あれ変えちゃけよかったとか思い出すと数学に集中できなくなる。これが一番待ったのすごいところでね。
一番最初に 国数シャーリーエですから、順番は決まってますから。だから国語ができるかどうかによって調子に波に乗れるかどうか分かれるわけです。だから国語は一生懸命勉強していってほしいなと思います。今まで以上にこれワークを使って勉強してください。ですか。はい、ということですね、先輩たちが気にしてくれたのでものすごく使いやすくなりました。日中もね、ワークは変わったりしても内容はほとんど同じなはずですから、はい、中身はね多分同じような内容が書いてあると思いますので、ですかね、今度ちょっと日中のワークもしてください。じゃあここで一旦休憩を取って、とにかく毎回5科目しっかりやりたいと思いますが、今日はね、やっぱ途中で渡すとね多分ざわつくと思いますので、最後の最後ちょっと返す時間を残して皆さんに検問紙をお返ししたいと思います。これね、阿部ちゃんが参加できなかったらね、阿部君だけ検問紙の話題に乗れないわけですよ。ご飯食べてた、そうですね、はい、いとこの人が死んじゃったらね、親戚仲良くすることは大事ですよ。いとこで5時間もご飯食べたらね、はい、ただ実はね、ちょっとだけ言わせてもらうとですね、実は問題は阿部ちゃんの問題の代金は塾が払ってるんです。僕は言いましたよね、これは皆さんで、その時もし伊藤君ちゃん渡っちゃったらすいません、ちょっと受けられませんって言ってくれると注文はしなかったんです。はい、僕は注文したから代金払わないといけない。あとちょっと高中の2人の体験の人が受けるかなと思ってたんですけど、まあ、そこの分も3人分ですね、塾はちょっと、問題の問題代だけ払います。あとは、皆さんはコンピューターの処理までありますので、ただいい資料なんですよ、帰ってきたのが。ちょっとちゃんと説明しますからね、見方をね。そしてですね、ちょっとだけこれを言わせて休み時間にさせてください。なんとピンバッジが来たんですよ。でピンバッジって何かというと塾がもらえるんですけど、今回受けた塾の中で15位だった同賞。いや、これはすごいですよ。はい、これ久しぶりでですね、今回何人乗っちゃったかな、2100人ぐらいしか今回受けてないんですけど、いつもにしては4月は受ける人少なかった。2100人中の席次が乗ってますですね、席次乗ってます。で、例えば上位何十番とかいうのは成績優秀者に乗ってるんですけど、この塾から久しぶりに、本当に久しぶりに2人乗りました。はい、2人乗りました。はい、後ほど楽しみにしておいてください。はい、じゃあちょっとここで休憩したいと思います。はい、どうも前半戦お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあもっと進みますか。 ありがとうございます。